みなさんこんにちは。そわでぃか。ひらがなネットのタイ料理教室をしているエドです。今回は皆さんがご存知、グリーンカレーの簡単な作り方を紹介いたします。では一緒に作りましょう。鶏肉は薄切りにします。スイートバジルは葉っぱだけを取って、まだ使わないときはお水つけておいてください。この葉っぱ、タイではホーラパーと言います。ナスの皮を剥きます。皮を剥かないとカレーに入れた時カレーの色が変わりますので、剥いた方がいいです。一口サイズに切ります。切った後はお水につけておいてください。パプリカは薄切りにします。フライパンがまだ熱くないうちにココナッツミルク 50cc くらい入れます。ココナッツミルクが熱くなったらグリーンカレーペーストを入れて炒めます。ここはゆっくり炒めます。ココナッツミルクから油が出てくるまで炒めます。水分が少なくなったら少しずつココナッツミルクを入れてください。今回私が使うグリーンカレーペーストはこちらです。このペーストとタイの食材はタイのスーパーまたはアジアスーパーなどで買えます。油が出てきましたら鶏肉を入れます。鶏肉の色が変わりましたら残りのココナッツミルクを入れます。強火にします。お水を入れます。コクが欲しいのでコンソメを入れます。沸騰したらナスを入れます。コブミカンの葉っぱは真ん中の土を取って小さくちぎります。今から味付けしますが、グリーンカレーペーストとコンソメによって塩分が違いますので、味付けする前に味見してみてください。今回私はココナッツシュガー大さじ1、ナンプラー大さじ1を入れました。ココナッツシュガーがない場合は普通のお砂糖を入れても大丈夫です。スイートバジルを入れます。でもスイートバジルとコブミカンの葉っぱは手に入りにくいので、私の家では入れないことが多いです。パプリカ、軽く混ぜて火を止めて完成です。できました。白いご飯と食べると美味しいです。そうめんにかけるも美味しいです。いかがでしたか？簡単でしたよね。ココナッツミルクとペーストさえあればいつでもできると思います。ぜひ作ってみてください。チャンネル登録まだしてない方はぜひお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら。